明日よろしくね。みんな、なんかひななありがとう、ひななありがとう ひならかわいいみたいなボード持ってきてくれるんでしょう 全員が持ってきてくれるんでしょう 歌の言葉考えた？いや、全くお風呂入りながら考えようって思って、今日は長くお風呂入れるように11時ぐらいに終わろうと思います。ね、緊張するんだが、普通に競りも復帰するから、そう、やばい、逆上がりの競りって全く分かんないんだけど 全く分からないのに見てないっていう最悪ですね。お疲れ、ありがとう、ありがとうございます。12時までしてほしい。うちの明日が遅刻するだったらいいですけど うん、オンデマ見ながら祝福の気持ち送っとくわ、よろしくな。いっぱいお友達できたらいいです。ボード持ってきて。お、じゃあ、あれですね、紙に書いて持ってきてください。ごめんなさい、ごめんね。うちも寝るっていう過程があるから そう、一般もダメだったから配信でお会いすんね ピエンピエンの巻。いや、なんか生誕にさ、みんな来てもらってさ、みんな友達になってほしかった ひななファンみんな円になってエンジン組んでほしかった いや、エンジン ね、おはぎな。そう、いつね、みんな集まれるんだろうね。エンジン組んでほしい。エンジン組んでいいの？ 1400回目だって。え、すごい、400回。ありがとうございます。ひなな班大集合して、エンジン組んでほしかった。今日の生誕、頑張るぞっつって いつか、できるようになりたい 逆上がり、って言って明日あんまいなさそう。どうなんだろうね。でも奇跡的に当たったおーっていう人もいるし、いや、さすがにもう最近公演入りすぎて無理やでっていう人もいるし、普通に当たんなかったんごーっていう人もいるから、ちょっと分からんけど。ね、じゃあ来年生誕やるとしたら 来年生誕やるとしたら、全員ね、当たるように仕向けとくんで、仕掛けとくんで、その時、じゃあ来年はエンジンしてください。来年エンジンで やっぱ権力を振りかざして生きていく 怖いですね。わいだってエンジン組んで吉田氏にうるさいって言われて いや、待ってる。よく整体院で動画撮って推しメンに送ったりしてるよね。映画みたい、映画の宣伝みたい。イナナちゃん、最高ーみたいな。イナナ初心者なので整体入るのビビります。大丈夫、アットホームな職場だよ 大丈夫、アットホームやね。お疲れって、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。アットホームな 現場なので。
で明日来る人はね一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。そう、抽選って難しいね。危ない。かわいい、ありがとう。お、キラキラをありがとう。緊張するガチで何話そう、何話そうだし、セリも緊張するし、明日にしなきゃよ。明日こそハンカチ持ってくる。ドキドキ。ね。緊張る、緊張るの夏。スピーチでめっちゃ泣かせてくれる。泣かす言葉考えてないんだけど。なんかガチで本当になんかその場で考えることになりそうな予感。尊い、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。そう、なんかリアルに何も思い浮かばなくて、言葉が最悪話さない。最悪あのないですって。あれっつって。新しい生誕の形で草、うん、沈黙。沈黙で。お、キラキラありがとうございます。な、違う、人差し指かわいい、この色合いがかわいいっていう話。やばいでしょ、いかつすぎるじゃん。次アピは絶対しないね、マジで。いやー、来年の話してるからさすがにないやろって言って会ったりしてっていう。いや、そんな不安な気持ちで逆上がり見ないでほしい。綺麗よ、ありがとう、うん、そう、不安な気持ちで 見たって不義理は面白くないですから。不義理が面白くなくなっちゃう。不義理は面白いものではないんですが、うん、安心して楽しんで見ていただけると嬉しいなと思います、うん、奈々ちゃんのチームへの思いを語られたら鼻水垂らして見つめるか。音、タオルだけ、バスタオルぐらい持ってきてもらって婚約発表、あー、それはあるかもしれない、うん、次発表したらその場であほっと投げつけるからな。怖い怖い。怖、うん、え、そうだね、なんか手紙っていう文化あったわって思って。そう、すっかり忘れてたんだけど、なんかそう、お話し会してて明日手紙楽しみだねみたいな言われて、あ、そういえば手紙っていう文化あったなって。いや、ワンちゃんもう来ない。誰もないかもしんない、明日断られてるかも。マネージャーさんが、え、もう島口さんってもう仲いい人いなくないですかみたいな。島口さんもう仲いい人いないから今年なしでいいかなって。、うん、キラキラありがとうございます。エリナが勝手に書いてくれ、展開希望。エリナは勝手に書くような人なのか。多分公の場では多分やってくれないんで大丈夫です。誰だろう、本当に分かんないからめっちゃドキドキする。
でも多分アミティンかなっていう予想して当たっちゃった時気まずいからやめとこう、うん、そう去年は母親だったんですよ20歳そういや、サホさんと国体出るんだ。あ、そう、サホさんと出ます、うん、手紙もない、話さないとか生誕やめ生誕向いてないや、うん、足立は母親って相場だからね。まあ確かに、あやなんちゃんもいるよね。あ、そう、あやなさんも言って、今日あやなさん出ますねっつって、国体そう浴衣着ながら喋った。だってさ、あやなさんさ、すごい公開着替えしてたからさ、これ大丈夫なんかってめっちゃ公開着替えして、見つめてるっていうか見届けてました。あ、うまいですねって。着付けうまいですねつって。うん、おまえ、うん。ね。リアルに何話そう。まあ。でも多分これは話すやろみたいなのは。決まってるんで多分大丈夫だと思うぞ。言ったしたかな。違う、その眠い眠い、みよ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 、はい、あ、面白い話あります、一個。いや、ある。この前、地下鉄のね、地下通路を通ってたんですよ、地下鉄への道の。そうで、ちょっと知り合いと電話で、あの、どこにいるんですかみたいなどこにいるんですかみたいな、でもうちょっとで着きますよみたいな話をしながら、あの、その地下通路を通ってたんですよ。したらなんか急に前から来た、私がこう歩いてるとするじゃん、でこっちがあの 対面のサラリーマンみたいなスーツ着てる人がいて、なんて言われたんだっけ、こう来るじゃん、こう来たのそう、こうスライドして横来て、そうで私急いでたから、そうちょっと小走りしてたので、その人と、その人はこう来たから、で階段だったの、その時ね。そう、階段で私ちょっと端の方歩いてた、でもう端っこで私ここにいて、でもこう来て、こう来たから、こう来て、なんて言われたと思う、なんて来た、なんて言われたと思うなんて言われたと思う、大喜利。いや、大喜利でも予想してみてください、多分大体わかると思う。
声できるよって言われたと思う。違う。だこうこう邪魔って、いや邪魔、いやこう自分が邪魔になってんじゃん。え、じゃあ正解はあのこう階段があって、私はこうってサラリーマンの人はこう来て、こう来た時に言われた一言ね、この後暇？で私結構、うん、あ、もうちょっとで着きますよみたいなって感じで喋ってたんだけど、その人が言ったから急に暇じゃないですそう、うん、暇じゃないめっちゃ声低くなっちゃって、その人めっちゃびっくりしてたえってそう、暇じゃないこっち急いでんのそう、いや渋谷じゃなかった、うん、危なかった、イケボネ草そうさっきまでさ、あまたちょっと着きますよーって、どこですかねみたいな話してたのに急に来たから、とっさに暇じゃない本性が本性が出ちゃった、うん、えって言われた電話で、えって、うん、あ気まずったそうで、こう来た人避けてって、さすがに私もこうこう言ったから細くなって、うん、そうマジでどこにでもいるそういう人、マジでなんで声かけてくるの、うん、今日は24時までやりますか、今日は23時までやりますね、声かけてくんなうん、ちなみに偶然あったらそれやってみたいかも、やばい、うん、暇じゃないはとか言っちゃいそうだった、危ねえ、でもちゃんと対応できてる、うち偉いは、はにゃーとかなんないはとかそう、え、この話したっけ、私はもうこの前し、だいぶ前か、渋谷ドラゴンのランダムはにゃーっつってしかも全部かわいい、どうしようっていう、サホさんと二人で頭抱えてるえ、うちらどうすればいいんですかねってあの財布とご相談っつってそうね、オタクって大変っていう話をしてました、現場も行きたいし、やばーマジで、トレーディングアクリルキーホルダーとかアクリルネームバッジとか、トレーディングなんだけどアクスタとか強く生きろ、うん、あ、そう、あとスクガンもあって
スクガンの缶バッジが安いんだけど、そう300円ぐらい、こんばんは。それはちょっと推し可愛いんで買おうと思う。こんばんは、ね、なんか缶バッジマニアになってきた。どこにもつけないのに正直どこにもつける予定がないんですけど、もう現金受け取って確かに現金、現金案件。今ね、あの赤ちゃんが今ファン見終わって一段落して、そうね、アクアちゃんです赤ちゃん、まあ赤ちゃんみたいなもんですけど、私もう新の集めるだけ集めてつけてない。いやまあそうだよね、そうファン見終わって一段落して、そう、まあ今アニメやってるしね。で、そのおさえカンパニーがやっぱリエラの方も担当してるから、そう、その話で昨日盛り上がってましたそう、あ確かにミクちゃんとの CD ね、あのダイヤさんマジ可愛い、おしゃれすげえなね、すごいよね、なんか幅広く活動拠点活動されてて、でも確かに可愛いって、衣装可愛いよね、やっぱりいいな。ヤッホー現金急にいや、びっくりした、急に現金の話されたのかと思った。元気です、ありがとうございます。ヤッホー現金じわ、ヤッホー現金じわしのぶさんがやってんの。え、でもなんかそのラブライブフェスの時にしのぶさんからちょっと話聞いたんですけど、ね、すごい可愛い、再現度高い、マジですごいなって思う。あとありがとう、ミューズのファイナルおさりの衣装だったよね。ねえ、それな、現金といえばゆずびが今日通帳の残高見せてくれた。何入ってんの何入ってんの、何入ってんの、何円何円、すごいね、寛大じゃん。言わないでって言われたがおお、まあそれは手紙まだ書けてない。あ、何を書くんだい、うちに何を書いてくれるんだい、みんなみんな手紙持ってきてくれるんでしょ明日明日めちゃくちゃ持ってきてくれるんでしょ。もう持てないよーっつって持てないよーって言ってね、持って帰るんですけど、秋になる前にセーター間に合ってよかったよ。もうそうなの、そうなんよ、Gしたなんかゴキブリみたい。うん、全部持っていくからよろしくって。 OK、 かわいいかわいい金額だった。
ね、楽しみにしてます皆さんからのお手紙。さぞさぞなんか感動的な文が送られてくるすごいハードルを上げていく、すごい感動的な、前男性スタッフ2人から言い寄られたやつ可愛かったでしょ。あ、可愛かった、めっちゃ可愛かった、もう置いてきてしまったんですか。もう1枚行こう何の手紙を参考にして書きますやった、みんな手紙書いてくれるんでしょ、見た瞬間買ってしまったよね、えー、ん愛じゃん、愛愛愛愛愛愛愛そう、ね、楽しみ、あ、ごめんね、楽しみにしてます、写真付き写真、写真見てくれはありですか。ありですね、写真は見ますよ、ありがとう。デカめの推し、これどうすなんかデカめの推しをもらったんですけど、デカかわいい、いいね、本当に。一緒に飾ったらいいさ飾りもん、かわいいね、うん、この街あ、そう、かなんちゃん松浦のかなんちゃん、なんか沼津から持って帰ってきたらなんか大体砂ついてんだけどなんで沼津から持ってくる、持って帰ってくるときさ、いつもなんか砂ついてんだけど、砂まみれ、うん、海、え、多分海沼津さんの砂が、え、沼津って砂だらけなの、いやいやいや、海がね、あ、いいよ、ちょっと砂まみれ、ブスが砂まみれになっちゃう。そう。やっぱ海だから。仕方ない。沼津の印象今のところ蚊と砂。蚊と砂で草、うん。静岡の沼津、そう、静岡の沼津。ね、でも楽しいとこだよやっぱ沼津だ、下でやだーんやだーん、これ爪どうにかしないと明日までに、何色、やっぱ緑、あー、いいよ分かんない、いいんだったら多分大丈夫だと思うけど、私のこと知ってんのかな、覚えてるのかなで、緑でズキンちゃんえーって、みんな教
幸せにできるな。マチパでこう、爪見せつけ。沼津の何がいいの？やっぱ海、私海が好きなんで、そう、海もあるし静かだし、で沼津ってやっぱ砂じゃないです。海が綺麗らしくて、そう、日本の中で結構海綺麗らしくて、そう、だからやっぱ国のお墨付きなんでいいと思いますよ。黄昏れるには砂かけて砂やめる。みんなを幸せにできる爪全見せ。いつでも喜んで輪に入る。緑緑やば。ねえズキンちゃん見て緑やば。沼津砂のイメージ。いやでも江ノ島に行っても沼津に行ってもなんか私大体砂持って帰ってきちゃうんだよ。なんでかわかんないんだけど砂持って帰ってきちゃうんだよ、ね、バッグの中に砂めっちゃ入ってる、なんでだろう。ズキちゃんがひならの店主に合わせようと頑張ってるとこほんと好き。いや甲子園じゃないです。まあ時期ですけどね、ちょうど、持って帰ってきちゃうんですよ。なんか知らない間に砂が、甲子園総ツッコミだったよ。驚くべき総ツッコミ。こんばんは。でも私大体沼津行くとき雨降ってんだよね。なんか晴れてるときの沼津行ったことないかもしんない。あれおかしいな、ほとんど雨降ってたかも。うん、やば、まだ晴れの沼津行ったことない。行かないと。目標できた、晴れの沼津へゴー。相性が、あっ、いや、うち雨女なんですよ、うん、雨女くんなんで。でも今日のラブライブ見て、え、北海道行こうって思った。北の大地へゴー。七と沼津行く日被らないようにしないと。かぶってんじゃん、大体。大体かぶっとるやん。北海道のどこ、あれどこなんだろうね、なんかめちゃくちゃラベンダーみたいな感じだって。全然なんかどこですとか言われてないとか書いてないんだけど、どこなんだろうここは。私はちょっとわかんない、ピンとこなかった。ピンとこない、にゃーん。ピンとこなかったにゃーん。調べたらわかるか。北海道マニアの人だったら多分わかるんじゃないですか。なんだっけ、なんかちょっと書いてあったの、色彩の丘みたいな。それどこやねんみたいな。でも絶対綺麗。次はリコちゃんの誕生日に行きます。やばい。ちょっとサホさん。サホさん。あれ。あれ、うん、あれ一緒か。あ、まあ二人の予定が合えばの話ですけどね。なんて読むの、みゃー、ビエイ、ビエイ、ビエイ。どこにあんの、これが北海道だとしたら。
どこ北海道、これどこ、なんか栗みたいになってるけど、指さしてどこ、これどここれ北海道のどこ、うん、大谷幸恵さんって、あ、そうそう、ど真ん中ぐらい、え、今後、逃走逃走、まあ、北海道はだいたい遠い、前アクアの時の函館もまだ行けてなくて、そう、ソロで行くか迷ってたその時はまだほら、サボさんもまだハマってなかった時だったから、ガチでソロで行こうか迷ったぐらい行きたい場所だった、うん、函館入るだけで何泊も必要になるよ北海道ってでかいね、やっぱ広いもんね、そうね、そう、でっかい道っつってたからね、うん、写真撮りたいな、カリナが北海道に旅行行きたいらしい、え、やば、リナちゃん行くリナちゃん行こう、うん、でも確かに冬に行ったら吹雪すぎてやばいかもね、いつぐらい、春ぐらいがいいのかな、え、でも春でも寒いって、夏にもう終わりだもう終わっちゃうじゃん、うん、また来年また来年、来年の夏に行ってみようかな、じゃあ来年の夏行ってみようと思います、ほら、沖縄も行きたいんだ、行きたいとこありすぎて大丈夫かなおう、リナクリ来年楽しみだな、来年の楽しみ北海道、レッツゴー北海道、まあうちもね運転できるんで、そう、一人でも寂しくない一人でも寂しくないもん、一人でも移動できるもん、ひなちゃん一人でも移動できるもん、一人でも移動できるもん、みゃー本当かそう、でもなんか北海道のその運転のその治安問題はちょっとわかんないんですけど、でもなんか広大だからなんかまっすぐしか走らなそうで、なんか運転なんか楽そう、でも眠くなっちゃう、かわいい、ありがとう、あー、やっぱ治安良い、なんか車いない、それはなんか危ないからじゃないけど確かに東京の車はねちょっとすぐプーって鳴らされちゃうから怖いんだけど、クマとかいる、やば、クマ、クマ、クマ出た時ってどうすればいいの、北海道走ってると周り牧場と山しかないからクソ眠くなるよやば、一人で行ったら多分うち交通事故っちゃうかもしれない、うん、北海道、あー、まっすぐのんびり、
時間ないからって言えばイキさんがは時間ないからっつって怖ねえ11時に終わるっつったのにもう8分もう8分だよん8分だよん。まあでもあと3分で1時間なんでそれまではちょっとやろうか。眠いよ。北海道で運転気持ちよさそうってね。良さそう。お風呂行ってらっしゃいって。そうなんよ。ちょっと頭取るか。毛抜ける毛抜ける。で耳も取ってもうバッチリだよ。毛といえば昨日の毛可愛かったね。ね、それな。昨日の毛。あ、結局髪はどうなったの？そう、青ではなくなってきたんですけど、なんか薄い。なんて言えばいいんだろうこれ。何になってんのこれ。なんかシルバー的な感じになってる。なんか前の濃い青はもういない。青と言われれば青だし、シルバーと言われればシルバーだし、緑と言われればまあ緑。ロックバンド的な色になってきた。確かに。それな。6月に北海道で車運転してたキタキツネ車道出てきて一緒に走ったの可愛がって。可愛い。キタキツネ、キツネ、キツネに会ってみたい。明日一緒に原宿か。行くか原宿。エメラルド、やばエメラルド、ボーっとなんか出てきちゃった。えめぐり。キツネ危ないから触っちゃダメで。そうなの？キツネって触れないの？キツネってダメなの？そうなんだ、危な。ダメじゃん、キツネ。キツネ！おい、キツネ。かわいいのに。危ないんだ、あなた。あなた、危ないのに？あなた、トトロっていうのに？あなた、トトロっていうのに？ちょっと頭ボッサボサなんで終わりにしちゃうわよ。もう終わりだ。この世の終わりだみたいな言い方してるけど終わりです。やば、もうショルームすんのはこの
あの生誕が終わってからドキドキ。うん、まあ泣いても笑っても明日が来てしまうので頑張ろうと思います。終わるのかい終わらないのかい、どっちなんだい。終わる。はあ、明日ファイトです。ありがとうございます。お疲れ様でしたじゃあ皆さん、明日来る方は一緒に楽しんで、で来れないよっていう方はあの配信などで見ていただければいいなと思います。なんかコメント機能もあるんだよね、そのオンデマ生誕とかになると、ハッシュタグ下口なら生誕祭みたいなつけて投稿するとなんかコメント打てるみたいなのがあるらしいので、やってみてください、うん、ちょっと先はパッと投げつけるおうおう、壊れない程度にやろう。ファイトって、ありがとうね、うん、よろしくお願いします。まあハッシュタグ下口なら生誕祭とかでコメントしてください。ひななエゴサするんで終わった後エゴサするんで、ひななの良かったところ10個ぐらい書いておいてください一投稿1個でかける10で、うん、10個ぐらい書いておいてくださいそう、よろしくお願いします。よろしく。じゃあまた、やばい、ランキング読んでないわ。ランキング読んで終わりにします。13位、マナザウルスさん、ありがとうございます。12位サプライズレバーとチームチラ、ありがとうございます。11位塩ひなな神よし、ありがとうございます。10位ひなな女子みよたろさん、ありがとうございます。9位なしさん、ありがとうございます。8位わきやまさん、ありがとうございます。7位くじいろちろぽいさん、ありがとうございます。6位たつやさん、ありがとうございます。5位まこっちゃんさん、ありがとうございます。4位生どけなしやとかたんさん、ありがとうございます。3位12345さん、ありがとうございます。人気さん、ありがとうございます。1位文治とチームチラ、ありがとうございました。じゃあ皆さん明日頑張ります。えいえいおーせーのせーでえいえいおーじゃあまた最後に、そうなんです、お願いします。わかりました。そうありがとうございました。